遅いので始めていきましょう。それではお伺いしいたしました。本日の、高田のおばあば三方、火曜ランダムスリオスリ大会ユリティギアエキサドレベル2です。よろしくお願いいたします。始めていきましょう。すいません、今日ね、今日花粉すごいですね。なんかな、鼻は今年そんなでもないんだけど、目がめちゃくちゃ痒いんで仕方ないんで薬買って飲んだんですけど、いやー喉が乾く乾くで声を出すのが辛い。よろしくお願いいたします。バンダイはジーニス、レイブン、FAB、ポジョマキン、アメゴ、ペノム、チーム、先方、ジーニス、ソンド、レイブン、対戦相手、ネギスケ、ディズニー、ゴンザブロー、ファースト、タロー、この辺のチーム、ゴンザブロー、ファースト、ヤミヤ対決。それから、爆発、うおー、燃えている。そして、橋、これは美味しい。うわー、投げた。こういうところでね、ちゃんとボタン押せると強いですね。投げ潰しのハイスラッシュ、これかなり強いんですけども、やっぱそれビビってガード固めたばっかりだといいことないってことで、ね、なんだなんだこれ着地を迷っていたぞこれ。いけー、すげえ、ジョビゴリラが強い、装填まで。2K ジャン S でまず総裁、2段目にジャンピーで打ち勝つといった奇跡が起きました。その後やっぱり空中にいるということでドリル振ってきました。強い。さあ取ってドリル、これめんどくさいですね。飛んですぐに降りられるのはこの利点といって、利点でしょう、利点といってもいいんでしょうけど利点ですね。あーチャンハイ、ピョッチャピョッチャ、ドリル、これどうするか。マイピーがねジャンピーが効かない、キックレースも変な当たり方すると当たんないという。おっと私もやるか。すげえ、俺も初期されたが、その後が続かない。画面端ではめていきました。勇健な心なくして健全。 Here comes the daredevil。ちょっと最近調子乗ってますからね。あ、絶対に大会開始しますなくなったマイヤー、この試合を見ながら見ていきましょう。ドリルを軸にガン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 攻めていきます。ジャンピーで起こせるんですけどね、やはり難しい。なんでかけないの。はい、ごめんなさい、ちょっとツイッターの方で宣伝しておりました。はい、スナッツ掘ってスティンガーボール2つ。さあ、かなり瞬間移動を警戒しているが、瞬間移動を警戒して 2K にボールが当たるって結構痛い状況。 2S で止める。さあ、スナッツスティンガー、スティンガーから前ハイ。いやーっとビハインカウンター、さらにロマンピョンズ画面端、アジミーゴーインで5番ソーテン後ろ移動から、これはイシャコプター、わーゴンちゃん、あ、いやノーリスクじゃねえか、マジか、自殺だったんですよね。ちょっと間に合いませんが、ちょっと以上ね、発生の早いのがない。ステンガーも打ちたいので足払いとかで画面ずつ殴りたいっていう意識があったりしました。難しいですね、こういうとこね。 1KS、2S モデルよかったのかな。さあ、ここは花火を使って装填、アジミゴーイング、そしてオキソミ、このバックスピードキャンセル、ジャンプ系の中段攻撃。さあ、ここはチクチク固めていきます。エンスよくボタン押した。足払いまで行きたかったが、おお立ち回り、ボール弾いて爆弾、これは回避、瞬間移動を意識させてのダメージ。ここでジャンケイがセンサー刺さったが、前ハイダウン奪って無理をしない。いやー、ジャンプ系が歓声ついて飛んできました。かったのゴンザブローファースト。私実は眼科も、 Here comes the daredevil。 Who dares to enter the main center arsenal。バウバウ versus ジャンピオン、 Get ready to roll。
さあ、大将 FME ポチョムキンです。うわーよ、確認した画面端、こちょばさ飛んだが画面端が逃げられない。ジャンピー直前があるジャンケン触って、これはジャンピーまで、これ戦争中に黙っていますが、うまいこと減速して、あーはは捕まってしまう。 2K ヒート、もう一回ロマンキャンセルからちょっとしたガーフみたいになっている。ホルトしちゃったら確定か。ここにいる、さあ焼けない。 2P にドリルが刺さりましたが、これバースト、あーさらにもう一回、結構減っている。いけ KS、 足払い、飛びたくなるところに刺さります。やったっちまった、シューヒート結構なダメージ、はっしー、オーケン、ハーナ、アズミゴーイング、ショックガンでも確定、なるほど、ありがとうございます。爆発、あーなるほど、ゴーイング取れない、じゃあ一周返さい、ソフィス返して直前ガード、いやいいですね、いい、あー取り消したら投げられて、しょケツ投げて、ドリル、あー確かに取んない、なんかかわいそうなミスが続く。マイケー、これは多段技当たればしない、あーヒート、ここはブリッツしか返せません。あとはバスカ、いい判断でした。そうですね、からの走り、これはあーどうした。最近ゴーイング、うどんだ、あと空投げミスか。お互い空って空を飛ぶことに夢中になっていますが、足払い、イエス、キモソはトン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 、でかいでかいゴンちゃんがやってきた、あー熱い、チビもいた、肌探して2杯、ハンマーが来る、ハンマーホール、これは自爆ダメージはフィールドネスで回避、結構ピンするでしょう、あ、立ちまった、ナイス、ニエス、前系ハンマーホール、事例で暴れ潰しを目指していきますが、あーっと、ここで吸い込まれた、死んだか、これ、前杯、前系届いている、トリシュエラー、前系、ギリギリでしたね、素晴らしいコンボ選択でした、勝ったのは、FAB ボショムキン。キテレスな風体を装っても Here comes the daredevil. ねえ、届きましたね。Who dares to enter the main? さあ東京ら戦転生した、マジかよ。全くなんかそういう系の小説とかに興味ないんですけど、名前はなんか頑張ってますよね。あーと停止強い、あーとそうあれでしょう、2段目はキャンセルできません。タシピヒート、これが繋がる、結構痛い、しかもダウン取られるんで、いやーすげえ距離吸った、投げ前ギリギリか、タシピヒートなんか最強感ある、エクセンド、あの地形が通って前、はい、これは届かないが右で返す、に入すら信玄青、はやぶさここよくボタンを押した、素晴らしい、したくなるところですが、あーこれも確定だ、空中足ブリッジしかなかった。最後の前ダッシュから暴れてほしいみたいな感じで、あーチョキがマスター通って、確かにヒート、これでね、離れた分だけ前に出る、それによってゲージもたまると、確かにヒート発生が速くなってる、ヒートが大活躍、ダメなし、あー立っちゃった、これはワーサスないと死んじゃいますからね、
チャンディ、 P に P に K から出し投げ、うまい、2敗から真剣ダブルシングルとか、やられ方がマジでやばい、見た目がすごい。ポチョバスが通ってロマンでジャンハイからの空飛んで、キリザンデが素晴らしい。なるほどなるほど、肉体や事象を操ることはできても、いやー明快、さあ大将ネギスケディズニーね、ブレスレさんに壊されて大会トラウマになったかと思いますよね。ちゃんと大会出てくれて嬉しいです。さあ大将戦、ミニスケさんもね、なんか置き攻め詰めてますからね、早くジョニーに戻ってきてもいいんですよ。うわー 2P 少かしバスター減った、ここでバスター使っていく、じゃあはい直面ガード、距離を取って噛みつきと同時に前に当て際ですね。さあ綺麗に鉄が焼かれた、そして明かり今度は冷やす、優しいですね。ダメージ、じゃあネギからのさらに魚ゲージを削っていくが明かりまで届くか、直前ガード、うわー返していくうるせえよお前、うるせえよお前とか言ってた、天使とかねめっちゃ言ってるんで、つい突っ込んでしまった、それそうなんです。あーこれゲーズいい判断だったか、ジャニー、あーまだ当たらない、当たる予定だった、うわー危ねー、うわー2段構えだった、危ねー、よく逃げました、立ち合いマースター使う、マイビーは間に合わない、ジャンピースで出ている、声したイエス頑張れ、潰しですね、これ手出せませんからね、前に出ようというところしっかりとやっぱね地上は当て身が守ってくれるということで、ある程度相手の行動もね読めてそこを潰していく形になると思いますが、こうやって発射先端早めに使わせて相手のウェル状況を減らしていきます。はい、あ位置がいい、変わる、よくタッチピをした先端、これ表裏を意識させて表でダメージを与えていきます。8ピンマイク、これは ICPM ジョンピョーが非常に、あ、止めてない、あすごい悲鳴が聞こえてきた、次はどっちだ、イエスでマックス手を捉えてトリシュエラー 1-1、 鋼鉄ジーグみたいな、あー支配、まあ、ダストもない、ジャンプ削る、これは直前ガード、反撃かって投げが決めて、これバスト、いやってた、それがここ待っていた、でコピン返してこのバースト大事に使いたい、決してからジャンプガードに掴んでいく、なんて崩す、次の下表、ここの距離は立ち配、まあ、うわーヒート持ち上げて歩しバーサを打たせた、うおーすっげー、なんか入りましたね、あーおあれは完走すればフィニッシュ、素晴らしい、勝ったのは FAB ボジョムキン逆三とて、作戦に支障はない、了解だ、次の報告を待つ、チャンピオンウィン、じゃあ連戦でやっちゃいます。バタピーさん、宗谷さん、早本さんのチーム A 番台で、でルーザーズを次 B でやって、勝ちトーナメントは、あ、そうか、これ0回戦だから別にいいんだ、 B 番台勝ったのは、はい、ブリーナさんのチームありがとうございます。じゃあ A 番台早本さんのチームと FAB さんのチーム、ルーザーズを B 番台でやります。ネギスケさんのチームと
先輩のチーム、はい、では行きましょう。こちらは0回戦勝ち上がり、そのまま1回戦、バタピーさん、宗谷さん、早本さんのチームと、ジーニスさん、FAB さん、金子さんのチーム。 FAB さんのチーム負けてしまった場合はルーザーズありませんが、バタピーさんのチームは負けてしまった場合はルーザーズあります。よろしくお願いします。ではスタートボタンを押して始めてください。ので、ガンガルさん、ブリードさん、白面さんのチームはこの A 番台、勝ったチームと A 番台でこの後試合を行います。さあ行きましょうか。ヤモトさんのレイオ対カメゴさんのベノム。さあ今日も元気くんフォアと始まります。第1ラウンド、よっしゃい。これがねネタっぽい掛け声であれなんですけど、ベノムはかなりめんどくさい。ただ技ってだけでね、ベノムの弾1本返していくっていうシード K 橋へ。うーん、これは中段攻撃、まあ長段ガードオフの攻撃ですね。空中ガードしないとガードできません。もしくはブリッツ、今みたいにねしゃがみガードすると浮いて、立ちガードするとよろけになっちゃいます。一応ランクとしてそのまま下いるバーフ、痛ぇー。キリがする上海スライト、あーとここはエアーストで一気に来ました。レオ戦は楽しかったです。レオじゃない、レオベノムは楽しかった。うわはは、マイハイバーダ打って、バーダ打って、ツバイト打ったやつもね、一生相手に対応させていくみたいな気持ちよさがありましたね。よしよし、じゃあごめんなさい、ジャンプ攻撃通して、ダメ出し。アイスがバーダから、ジャンケー、ジャンス、ここでバスを使って、いいです、これ、空中足、バースト。うー、怖い。絶対これをスタイルバービルなかったかのようにごまかしていきます。勢い大事貴様、ゲームは1日24時間か。何事も遠すぎていいことなんてないのか。 Here comes a daredevil. Who dares to enter the main?さあ出てくるのはジーニスさんのレイブン vs レオ。どうもかっけえ、ノーロボディ楽しそうですね。さあレイブン、レオガンガン行く。まずはね、格闘で相手のためを回避をしてみたいな感じのところが始まるんですけど、その格闘自体に打たれてしまうともしょうがない。さあ、ドイツをしっかりしている。ミラストガードをした後にね、投げてつばいてもかけて、その投げに対して、リオがエアストを止めて、タッチクとかでカウンターを取っていくみたいな感じですね。うわ、ラスト、まさかのラストアタック、これラスト。
食ってくれ。構えて構えて構えて潜れなかった。しかも変な当たり方したな。2敗すらで吹っ飛ばされて、ブラウザーもインプロスが変な当たり方したので、自作でポーンとやられはったら下がったんでしょうね。追いかける、バックステしてもレオの突進力なかなか抜けられません。触られてもまずい。あとはシャカシャカ好きなように見せとすだけ。もう一回構えて構えて、ガフ 1,2,3 段ハイスラバーだから 1,2,3 打ち切って足払い。あーこれ S バイわははは耳をしてるよ。素晴らしい S 再生出なかったかなと思ったんですけど、無敵でスカッシュなんて変な持続あたりってなってましたね。あはかわいいかわいい、生まれたてですね。じゃあはい、エリオス、あーちょっと早かった。はい、全裸こってくる。リピー出し系、ニエスさせたい。ブリッツ、ここは受けます。さあ、相手におーっと、歩き投げ、アイセンだね。あと絞らせないようにしますが、ツーバイトでーねんとかじゃあ、危ねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、打って、ユニフィレームゲットから、立ち配が来た。まさかの地上、前配かなと思ったんですけども、ダストは知ってるかな。1,2,3 番、構えて、中段、そしてガフ、ツーバイトのめくり、よく飛んだ。足払い浮いている。うわー最後エッケリーズ逃げ切れませんでした。やっぱ早本さんのレオいいわ、元気になるな。相手からしたらたまったもんじゃないけど。さあ先ほど何十億今日スタイルバーミルが有利ですからね。有利障害でハイストラがポンって振ってIHでも美味しいですから。おう最近はそのアライグマなんですよね。前も言ったと思うんですけど、オママさんのね実家の方にアライグマの家族が住んでるね、話は面白いですね。ひどいですよね海外はね。お前とっとしっかりと手で拾って、やつらはアメリカではちょっとした大きいネズミみたいな扱いらしいですよ。じゃあはい、キングス、これは到達、ゲージ 100% ある、何するか、超様子見。ハンマーフォール、タッチハイハンマー、うわーポチャムキンバスター、アロマン前、あビヨってしまった。メガフィスト移動からポチャムキンバスター、これはバース使いません。勝ったのはエビポチャムキン。さて行きましょう。初見大将、あーヒート早くなって掴んで画面足振り飛ばします。ハンマーホールの際でな、そうですね、画面足回してここで2対1。あーちょっと足りなかった。これは期待ミスとなってしまうが、ハイスラドリでダウンウェット美味しい。多段技で時間をかける画面端到達、メガフィスで返します。飛んできてポッチョーブ、うわびっくりした。あー再びポッチョーバス、うまい、これは犠牲してダウン割ってラストダック、画面端前へ前へ、これラスト。
ミスではなくて影玉に当てしたんですね。確かにあのメガヒストが爆死に刺さって何になってしまう。前系が刺さると橋へ。いやー、私も確かに出れなかったか。しかし、ここはダメージゲット。そして、分身も残してきて、ハーシー。美味しい当たってるが、ラスト。デッドマンズハンドをしっかり出して、分身ゲージ開始。デッドマンズハンドが出てる間、分身ゲージがゼロにならないんで、そのモーション中に分身をしまうことによって、残してるんですな。美味しい。いろいろとちょっともったいないなって場面も続きましたが、な取り返します。1-1前に強気に出たが分身は出ている。さあ触った、崩した、おいしい。あー確かない直下から通称投げ、ここ爆速黄色キャンセル、様子見てください。2P 潰して立ち上げた。そしてハンマーホールからのブレイキバスター。あー再びジャンピーバスターできます。勝ったのは FAB さん。逆に立てで再び大将戦。対処せず大将さ。 Here comes the daredevil. Who dares to enter the main arenaさあ出てくるのはバタビーさんのジョニー。もうバタビーって名前だけでなんかお腹減ってきましたね。やばい、ちょ今マジお腹減ってて、もう名前だけでダメだった。あーティッシュシーバスカー。いやーあと走りマイケー、ゲージが溜まっていく。足に追い込み、2P に対しては振っていきます。しかしなんかめちゃめちゃでかいんで、どっからでも足っぽい円安みたいな感じ入っちゃいますね。さあポチョバスチャンスから、イエス押し返すか。さあ着地を取りたいが取らせないようにジャンプ対象を置いていくかもしれません。ロマンキャンセル、ハンマーホールとつなげます。 1-0。 マフィスト、イエス、マイハイスライドからのこのバストを使っていきます。許可書をバストはまずい。バースト2敗する、2回目に合わせて、あいつズバイハンター、ちょっとこれヒットする。ミスシャッター橋へ、ゲージ回る状態、2敗は届かない。そのまま行きたかった。橋合がね、なんかすごいギリギリチームの逆な感じで切り始めを叩くみたいな感じで大事になってますね。さあ刺さっているが、どうなる、これは来るよ、取って、うっ、君はすげえな、潜ったな、ちょうどなんか空間にお互いのやられ判定と当たり判定、攻撃判定が入り込んだ感じです。さあ、生まれ、2S と、ここは下段指導のきつね目を決めて勝ったのは、FAB さんのもちろん金です。というわけでですね、 A 番台も怒涛の連戦です。ここ勝てば決勝までずっと A 番台座りっぱなしです。ガンガルさん、ブリードさん、白面さんのチームと A 番台お願いいたします。で、早本さんのチーム、バタピーさん、早本さん、宗谷さんのチームは今 B 番台やってるチーム、勝ったチームと敗者復活決定戦を B 番台で行ってもらいます。あんまイカそうめんとか好きじゃないや。はいどうぞ。
Slayer. Valkyrie Garden. Raven versus Slayer. Get ready to roll.いい案内があったのは、ノブさんの CM ですので、じゃあ、バタミさんのチームと先輩のチームは、B 案内で敗者復活決定戦お願いします。これより何じゃないですか。はい、行きましょう。ハグロさんのスリーアと、ジュニさんのレイモンからの先行戦となっております。ごめんなさい、ちょっと B 案内呼び出した2人が、試合を引き続きありませんでしたが、最後、ガーッと時に刺さってグラウザーもインプレス一本選手、まずはジェニス・レイムン。どうしたのも、ジェニス第22弾なんですけど、全然そんなことない感じのうまさがあります。インサンプレイヤーははい、取られてしまって、紅白戦よく受けた。前にさ、飛ばそう。前ピーの上半身もできる、両手回避、そして下を取って、ロリタクを仕掛けていきたかったんですけど、ここジャンプゲーの外に刺さります。前ハイ、ほえもっと下、インテリエスを立ち出したら1段目で、返し、耐えている、ここは吸血、今スキルキャンセルがすぐさま回避。空中戦持っていて落としてから興奮度を貯めて今すかジャンプです。センターの最後のロマンキャンセルがあっとこれは釣れてしまったか。カシエバックステップに格闘技が刺さる形になりました。勝ったのはジニさんのレイヴン。さあジニさんのレイヴン、 FAB さんのコズミ、カメヨさんのベノムのチームの先鋒戦はジニさんのレイヴンが勝利、対戦相手のガンダル対フリードに白面スレイヤーチームは白面スレイヤー、白面さんのレイヤー倒れて、続いて出てくるのが、ガンダルさんの回になります。さあ行きましょう。ジャミケ振ってくる。さあ連絡さあ終わり直して差し出したら暴れつくし、これがね強力なんですよね。めちゃめちゃそのボタン連打でヨロペを回復しなきゃいけないんで、レベルキャンプも長いんですけども、ちゃんとやらないとプロビートでもね持ってかれちゃうこともありますんで気をつけていきましょう。落ちてて投げて拾い直して落としてレベル3射抜けられ、すげえ巻き込まれた。顔面焼かれた形になります。手前ビーからの入れるジャンプで手前ビー落としていきますが、ちょっとでもやはり読みで出すとちょっと早すぎちゃう、ピンクレスにならないというところで前ビーに入るとかそういった感じで切り替えなきゃいけないのかもしれません。カバーさせてルーム側もジャンプリートが置かれたね、持続のガイアさんダッシュでも売ろうとしても、ダッシュ出た瞬間にやっぱ半目にジャンディー当たっちゃったりとかするんですよ。おーっと、なんだってベイパー出なかった感じだったんですけど、逆に出ていたら面白いことになってたかもしれない状況でしたが、もうなんか刺さりますね。マイビーギュース返したからグラザム、さあそしてシュレンスグループクリアするゲージが入ってしまいました。ガーダストが強い。グラウザームからシャルクイグル、オフが少し下がってきますが、これですね。しかしちょっとタイミングを遅らせていったナイスに対して何回しか刺さります。おー再生走って、ここはよく跳ね込んだ。少しグリーンにベーカースタートグリーンにゲージが溜まるかなとか思ってたんですが、その前に死にました。マイピーを落とし札立ち切り拾ってことでバーストはうまい。ここはナッシュマイピー出してバックステキンス、そしてセブンパンチャージかなりいやらしい形になり、いずり下ろします。さあまだまだ攻めが続く。ミハイスラヒットから画面端フリック取って、裏回りからの足払いスプリットシェーレガードが硬い。ピンするか、斬撃
一日の新国士は出してない。あーとジャンペースめった気があるからコマ投げ、すべての輪っかを消したが、アメテイロめんどくさい、ちょっと近づきぐらいですね。あーしかしこれは解いてしまったか、スタンディングヒット、これはそうジャンピーがやらしい、次のセリエンケルス 2K と相打ち、マイピークから前に出た、あーしばらく届かない、追いかけられるジャンプ 2K 押し返す、ナイス、これかすってもいけない、あーしかしここ空中ヒットに入れ込んでしまったグラザーエンケルス、前ケーブルからのジャンプです、うまかったですね、結構なんかしんどそうですね、みたいな感じ、戦意を滅ぼせばいいだけ、 Here comes the Daredevil、Who dares to enter the mayhem? Barbara. Venom versus Kyle. Get ready to run. Heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's run. So close. Counter. さあ、海王さんとガンガロイス3の勝負になります。うおー、ニアス2からの上海エンケルス、スティンガーにここはサンパー、よく見ています。さあ、ハコは立ち合いで走こうかないと、ところタイミングがずれます、ハッシー、マイハイからダッシュ、キンス、マイハイ、ゴリゴリ固める、ローマンキャンセル、ギリギリ止まる、ゲージと完璧ですね、ゲージ計算、あー、バスシュートやばかった、ガタってしまった、マイハイ、さあここはマイピッキス、レイさんは当たらないので、おっとハイスラに刺さる、おいしい、ハイスラストラギルに刺さるんですね、さあスピッチでこれ直前ガードを狙っているところに当たるといったところ、サンディパン、さあシャシャイはバックして先当たっています、2段目のみ、9-5で越したい、はいはい、さらボールは残して、さらに弾いてステンガー、5番キャンセル、コール作って前ハイ、さら抑える、イエス、弾いた形になるか、ここで瞬間移動、下段9-5止めに引っかかった、対抗誘う楽しい、スキルキャンセルがジャンゲス、カーカス、ハッシュ、エンケルス、ここは単発、空中戦闘ディレクトボールは弾けている、上海ストラグル、これはもう原子がありませんでしたね、通常ガードするだけでも削りで確定です、スタンエッジ足元に押し込んで足払いからベイパースラスト、チャージをし2軒2軒足払いからここは返す、さあしかしスタンディッパー、なかなかダウンまでこぎつけない、もうジャンプここで置き攻めといきたいところなんですが、ここでバースト、お互いにねバーストうまいと使っていますが、アンガルさんが今残した紹介で攻めている、あーはっとそんなにじゃないが、5番からキース、あまり潰しのスタート、足がスピードしている、ここはつながりませんが、スタンチャージが重なり、中段下段と、そして相手の悩みを誘いつけると距離かご、ジャンプした変なあるのか、スティンガーから前ハイ、行くしばらく、これは足払い、先ほどはちょっと難しかったが、しっかりと成功させていきますが、トーンで回避、2エース、上を意識するが、2ヘブ、ここで一旦弾幕を張り直さないと。いけませんが、向こうはゲルビー一瞬でこう走り届きます、ジャンプです、バーストが溜まりましたが着地下段
崩したのはガンガルカイ、2連勝です。いかなる戦略、Here comes the daredevil. Who dares to enter the mayhem? Central Center Arsenal. Champion versus Kai. Get ready to Heaven or Hell. Duel 1-1. Let's rock. Counter. あ、よし、はい、行きましょう。サビ操作いたします。あー、残るかもしれない。これはピョって落として前系デコピン前系、ちょっとね、バースト目してるだけでこういうことされますからね、怖いですね。サイエンス、3敗の空振りに足場で刺していく。ジャンクスからスイッチしてる画面端、ジャンクス、ジャンクス、スタンエッジ、スタンエッジと固めて、ここは足払い、綺麗に足払いのよ、スタンエッジが通ってて面白いですね。お、今の勝ったのは平岡海、パイロン、バイケン、ノブソルチームが敗者復活戦勝利で決勝進出になります。この A1 で勝ったチームと試合を行いますので少々お待ちください。出てない。いや、返されてしまった。ヒートで捉えてエージを持った状態でイエス、バックステガリー、ベイパー打たす、出した。最大反撃が待っていた。頑張れー、無理でした。勝利して制覇せずがゼップの国策。 Here comes the daredevil. ペーパースラスト打っただけなのにね、もうちょっと優しくしてくれてもいいじゃないかなってね、思う時もありますよね。あれもまあ恐ろしいヘリですわ。さあ行きましょう。ブリードジョニー対 FAB ボジョマキン大将戦、勝てば決勝進出となりますが、クラヘイ HK がね、すんげえ強く蹴っ飛ばせるんですけども、ちょっと悔しいですね、タイミングでね。ダッシュアイカウンター、デコピン先端とかストイナー手伸ばすのやめなきゃ、インヒット。いやー、しかしこれは角度がいい。チャンス、チャンハイ引きずり下ろしてきます。イエー、デコピンガンダーラスト、再び先ほどの同じような光景。かわいい、頑張る。気負って前ハイすら一瞬。どうこれ、そういうのこれだけ判定。うまい、ウキスラヘがすげえ当たりまして、どっち、タシケマイケー出すと、トントン、当たらない、直下から、うわ、位置が上がってる、おいしい、画面足、ジャンピー、ジャンピー、ズワイハンダー、テーブル3、で、P で止める、気持ちよく固めたいところに P を置くことによって、嫌な気持ちさせますが、ここはトレハン、ちょっと P とかじゃないと難しそうな高さ。はいはい、カウンター左クリシャシュ、チョコキンがでかすぎてヒットすれば見えないですが、ラストはサヘグワー2敗、エージャーゴジョファーとマンキャンセル、まず攻めコーナー上にマハステ投げは回避して走り、このプレゼルスのトーンカスレが死ぬ、危ねえ、そしてメガフィスト、タチケが取られます。素直に前に行きました。さあ最終ラウンド、レンジングスミストファインガーと決めて、ここはジャンプス上からマシピン前系メガフィスト打ってしまった。足場まで、スラヘを爆風船に刺すようなタイミングのキャンセル、
さあ、上海とハワイ、上海前傾で待ちの手を捉えて、これはどうなる、バーストヘブンリー、これ残るかな、どうかな。ショニーは余裕そうな表情してますか、死んだか、全部繋がってませんが、これはねダメでした。勝ったのは FAB さんのもちろん向きになりました。決勝進出です。というわけで決勝戦はノブソル、パイロン、バイケ、平岡会チーム対ジーニス、レイブン、FAB、ポジョムキン、カメコベのチームとなります。勝利して制覇せずがゼップの国是だ。公正外交と呼んで互いに腹を割る。ありがとうございます。すいません、入れといてください、ごめんなさい。はい、では、決勝戦を行こうと思います。ありがとうございます。はい、それでは決勝戦始めていきましょう。スタートボタンを押してください。いいな。あー、水分取ったらだいぶ回復した気がする。A バンダイ 1P 側が、ジーニス、レイブン、FAB、ボチョムキン、カメゴベノムチーム、先方カメゴさんのメダムですね。対戦相手ノブソル、パイロン、バイケン、平岡会チームは、パイロン先生のバイケンです。開幕ね、かなり気持ちのいいボタンの音が聞こえたアサミ、しかしここは距離取っている。さあ YP 取ったが、スズラン、ロコアン取って、もうオリピアのジャンピング、これギリギリですよ、見えませんね。ジャンケスタタミ、これは強い。ジャンスの意外しないで、結構はね、隙間が空いてるんで割り込んだりできたりするんですけども、やっぱりこれ早いとなかなかね、難しいですね。外のレッパイのソードでガンガン攻める。さあ、しゃがみ技に対してストラグル、やっぱ中央攻撃はね、振るってのは大事ですね。変なことしない、やっとこれタッチ K が当たんなかった、棒だけか。チャンハイは安定して送られている。チャンハイ、サジキ、エンケルセス、スティンガー、 Q5、 これは潜った、どうする、 1,2,3 ゲージギリたまらない。あーっと、最後は投げを狙ったんですが、垂直ジャンプからのファイロンソン、ファイフィー落とした。うわー、ダダミSD、 あーちょっと出なかった、難しそうだ、この辺は。すげえな、口なしかな。すげえな、今ボールは移動していました。ギャビギャビカーンと返し、さらに返す、ドコン 2K からジャンハイ 2K、 エンゲス2敗すらから 2K、 あ、ベノは発生の速い技に恵まれていない、厳しい。え、あ、どうすんの、これ当たってる。おお、かっこいい。一撃決まるとパイロンさんなんかいろいろポーズしてもらいたくなっちゃいますよ。
を抜く。バイデン、ウィン、ストレイト。かっこよかったですね。行って。Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? Valkyrie Garden. Raven versus Viper. Get ready to roll. さあ、かっこよく終わりました。先鋒戦制しました。最後のその場合で順位下のレイブンですが、開幕は浅見が拾って、そしてスズラン投げ、まあ、スズラン投げに反応して、ね、投げ暴れしたりすると、今度は垂直ジャンプ、ジャンハイをかぶせられたり、口出しがナチュラル耐久になっている。そしてちょっと待つ、マイケ、このように投げ無敵なマイケもあります。かなりね、いやらしい。スクランがね、思った以上に速く感じるんですよね、回転してると。ジャイアンツからの足割り、タッパーミー、ジャイアンツは当たらない。パック取ってきますが、グラオカミンプレス取って、回るところにしっかりとここは投げてきます。カスの際もできないので、ね、結構いいダメージだ。タタミ、ダッシュ投げ、勢いがあります。ジャンハイ、タタミ、ジャンハイ、ブリッツ、いい判断、返していく。一発目で返したのはかなり大きいですね。さあ、ここはアテミ取ってヒールキャンセル、相手が停止しているところをカウンター取っています。アドメライバックが刺さって取り返します。さあ、ジャンディ踏んだ、ジャンプエースはすかす形になれ、落としてからの角、ここはちょっと、うわ、畳が残っている。さあ、目の前で構える、気持ち悪い、気持ち悪い、前に来た、投げ8000万円、投げできない、いってとんでもねえヘリだ。ショッキングバスターのような威力、2敗からこの距離据えている。さあ、お互い次の一発が YG、 これはバーサイになるか、そしてコンボもできる、さらに腰も切れてるなという選手。はい、あー、空中ショックがしたが角度がよろしくなかった。畳返しが刺さって勝ったのはバイロン・マイゲンに立て、いやー、空中ショックまですごい良かったんですけどね、場所が悪かったっす。さあ、大将先行戦、早い。シャンウエス、さらにこちらもシャンハイ振って、ここはちょっと様子見、ハンマーホールがヒット、そして次バーストイッシュしたか、ジャンピーで押し返された。お互いに空中ジャンピーを打ち合う形となりますが、ここで先にバーストが入ったのはポチョムキン。ハンマーホール、キンパソー、キーリアンするキンパソー、ロコントマンから、ここ余剰線立っている。ジャンハイからダメ足、攻めるのはバイケン、ロコン、そして投げ無敵のマイケ、そしてアバリチョシ、今度はサクラ。さあ、これはジャンハイ振ったんですが、スワッキーだけ勝てません、エンジンがあるかというふうにしたら、ジャンハイ上りで刺さる、エクステンドでかなりダメージが出ています。前ハイリスクゲージもたまる、そしてしゃがみで空中ダッシュをすかしているがどうなる、お互いに技からにエンディングですね、エースはヒーがつながないか。さあ、端から抜け出したいが抜け出せない、
投げを着地決めていきました。 FAB ボスマキン、ここで止めます。先方ファイナルマイケン、残るのがノブさんのソロと、平岡先輩のカイ、カイとソル。Heaven or hell, duel one. Let's rock. さあ行きましょう。まずはマスキがサーキットセル開始して。ああ離れます。チャンス上から。圧勝どうした。これバースト使わせ。ダンリッパー刺さって前ハイスラ、ここは一瞬のダミーフィンが見えた。ジャネスから走り、ダンリッパーよいしょ、はい、ウェイパー待ち、はい、スッキー当たらない、お疲れ様です。あーうわそこポチョースか。ジャンピー、ちょっと待つ、ハムホールロマンキャンセル、マイケー暴れたところ、さあ、じらして暴れさせて、捉えていきます、画面し、やる、あそして、うわっ、打ち切りました、いいと、うら。ミス、ハンマーホール、ジャネス回避しつつ前に行きます。あらあらあら、やばいやばいやばい、あー、どこ行くのやばい、よし、画面の水から中央に向けて足コンセンスで出てきたら、出てきましたね、かわいそうですね。あーこれ終わるんじゃないのか。あさあちょっとホルト張りすぎてしまったか、距離が離れている。チャンディからここは飛んで強化チャンスターをねガードしようと向こうのユリフレが伸びてしまいますので、ジャンプ回避しっかりします。クーダはバイハイ前に来た、ウィードキャンセルから奥攻め、クーチャーシュレーと通っているが、この辺はマリジャンプ、うわーもちろんマス分かりなくなってきました、ゲージ 50%。 うわーこれ隠すとかヒーター届かない、うわー直前ガードからジャンプファイスら着地ギリギリで届きましたね。勝ったな、フィーミーポチョマキン。 Here comes the daredevilWho dares to enter the main? So let's go. Jump here versus Soul. Get ready to. さあここで大将戦逆三立てなるかといったところの決勝戦。ノブソルが仕上がります。さあどうなる。スリーと投げましたね。認める。ここは中間距離だね。うわノブさんのソロに前ハイスがポーンと飛んでくるんで、こういって端ハイスラで先端先端で蹴っているところにカウントヒットしたらヤバそうだなというか予想です。前見てました。中ダッシュ、ジャンピング、そしてここがタッチして先に着地からポルトさんラダインの白声がガードはできません。さあ気合入れたファミリーのリフィールポンと止められてしまう。狙い当てが伸びてるんでここはね当たっちゃってるんですね。サプライクソースさん前、さあマイクがちょっと難しそうだ。さあ確かに少しのダメージを与えてきますが、ここで受け身からのクリスラッシュ、ダメージを取って逆転になるかといったところ。
構でかいのが当たってしまう。ジャイシャケからボールカニクロイバー、ここは空投げ返してクイーと、これも時間的に間に合わないでしょう。さあまず1本はノブソル、タイムアップで体力不足取り返し、さあこのヒート飛ぶならばというところで一気に使えてきますが、そしたらこれで地上での通常の暴れが刺さってしまうところもありますので、この辺はどう読み合いが多いというか見ていきたいんですけども、デコミスヒットヒート、前に出て立ち合い、そらまちがアウトを重ねます。シーバーライト IOC 再び画面端押し込まれてしまう。さあここはうまいトリシューラー、トリシューラーこれバスト、さあダッシュブックラー通して上海のバーテイコンボ、最後見逃しと、これは急に感じました。やばい、これは直前ガード、ジャンプから一瞬しゃがみでジャンプへ進化しています。さあしばらくヒット、それが前に出ますか、ここにピー止める、さあ砕けろ、炎ガードから手を出していく、さあ前ピー戦なんかすべて吹っ飛ばしていく、これはヒートジャンプフィー振っていたね、ブリッジは出ないっていったところですかね。最初なんで かなりお互いに疲れる立ち回りですよね、どっちが触っていったの。うわここは直球投げ、ここを振っていきます。ジャンプからモルガニクレバー、ここで無敵昇竜の選択肢を出していきます。上海下から、あーこれは読んでいたか、ここで一読みも入ってきた。スラヘッ2敗、ちょっと待つ、小田ケロは変なところに当たっているが、ご覧ください、ゲージを吐いた形になります。止める、パチピーにファフニーがさっきですバースト読んで、ジャンディ先端でも届いて、受け身狩りからのジャンプ K、受け身を取らなかったものの効率が少ない、そのジャンプ K 刺さって画面出し、さあここで一気に決めるか、ダッシュからの通常投げ、勝ったのはノブソル。さあ逆算と手を続けてまいりましたが、決勝で大将戦ここで敗れることとなりました FKB さん。というわけでですね、全然声が出ねえや今日。本日の優勝チームは、ノブソル、パイロン、バイケン、平岡海チームとなります。おめでとうございます。敗者復活決定戦を制しての決勝進出、そこからの優勝となりました。はい、というわけでね、今週は明日の水曜初中級者大会、木曜シングル大会、金曜お休みで、土曜日が、初中級者大会と、3-on-3 大会、3-on は多分戻ってくれると思うんですが、初中級者大会は平岡先輩の方が、運営してくれるそうですので、ぜひ皆様、遊びに来ていただければと思います。それは予選、最後の予選に出る予定なので、土曜の初中級者大会のみ、お願いする形になると思います。よろしくお願いいたします。で日曜日は、店舗予選と、エリア決勝大会当審査最後の予選となっておりますので、ね、ぜひ皆様遊びに来てください。お疲れ様でした。